しんちゃん始まるぞ。今夜のクレヨンしんちゃんはお天候もりもり夏の1時間スペシャル、超見逃せない豪華5本立て、ポツリと一軒家を目指してゴー、夏の都市伝説シリーズもあるぞ。最後までお見逃しなく。はい、それならマスカット踊りましょう、飛び出せスマイル、集まれミヤモーレ、木の幹のままマスカットでがラブリーでもない、うん、ゆずめん。ポツリと一軒家だぞ。3、2、1、どうぞ。着きました。頂上です。おお、見てください。信じられません。パン屋さんです。本当に山の上にパン屋さんがあったのです。うっそー、あんなところにパン屋さん？では、焼きたてをいただきます、うんうん、外はカリッカリ、中はふわふわ、小麦の甘い香りが口いっぱい広がります。自然の中で食べるの最高です。パン食べたい。そんな遠くまでパン買いに行くなんて。パパは見てなかったからわかんないのよ。それはそれは美味しそうなパンなんだから。そうよそうよ、お尻のほっぺが落ちちゃうわよ。お尻はいらねえだろ。じゃあ行くぞ。出発おしんこ、キュウリのおなら漬け。あと何分で着くの？まだまだよ。ところまでたくさんの人が押し寄せるんだもん、よっぽど美味しいのよ。父ちゃん、俺たち落ちる？落ちねえように慎重に運転してるんだな。うんうん、パン屋さんまだ？もう少しだと思うんだけど。え？何これ、海を走ってる。なんだ？あれ、戻らない。あ、なんだよ、使えねえな。壊れちゃったの？パン屋さん行ける？ミサエ、スマホのナビは？ああ、電波が来てない。あっちゃん、まあ走ってりゃどこかへ着くさ。誰かいたら聞いてみよう。そろりそろり、そろりそろり、そろりそろり。なあ、もう運転に集中できないだろう。あ、二手に分かれてる。父ちゃん、どっちに行くの？それが分かったら苦労はね。私は左側の道だと思う。え、俺は逆だと思うぜ。どうして？お前はどうしてだ？なんとなくよ。なんだよ。だが、ここで俺が飛翔した方へ行ったとする、そしてドツボにはまったとする、するとミサエは、だから言ったじゃない、私はあっちだって言ったわよね。私の言う通りにしてればこんなことにならなかったのに、あなたがこっちだって言うから、この責任どうしてくれるのよ。イエー、どうしたの、汗びっしょり。ね、何でも ありません。ママの言う通りにしようね。全く先がわからねえ。誰も通りかからないわね。ああ、
これじゃ通れねえよ。参ったな。頑張れ頑張れ頑張れ。はあ、パン買いに来てこんなことするとは。お疲れ様。お疲れ様。ですってよ。パパ気をつけて。わかってるよ。でも気をつけようがねえだろう。な、何？誰かいるの？第一村人か？こっちに入ってったよな。この先にお家があるのかしら。ちょっと行ってみてくるわ。俺も行く。気をつけてね。こんなとこまで。何この雨、ゴリラ原因だぞ。それを言うならゲリラ豪雨。そうとも言う。バンペイユー、みかんの仲間です。これ以上進むのは危険だな。今夜はここで過ごそう。え、そんなの無理よ。お弁当はお昼に食べちゃったし。うらぁ、お腹すいた。大丈夫だ。これ、中に食べ物が入ってる。非常持ち出し袋入れておいたのね。なんだよ。パンを焼く匂いがするのよ。あ？こっちこっち。子供ら置いてけねえだろう。まったくもう。なになに？どうしたの、母ちゃん？あれ？あのパン屋さんよ。おお。ポツリと一軒家だぞ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。まだお店やってないわよね。ごめんくさい。足くさい。ほら、朝早いのよ。まだ寝てるかもしれないじゃない。あ、でもお年寄りなら起きてるかしら。年寄りが住んでるのか。そりゃポツリと一軒家だもん。ここで生まれ育ったおじいさんと60年前に嫁いできたおばあさん、子供たちは独立して都会へ行き、二人きりの静かな生活。ん？うわ、おお。よっ。ようじゃないでしょ。おはようございます。おはようございます。突然すみません。パンを焼く匂いがするもんですから、ついこちらに。そういうことですか。
車の中で、それは大変でしたね。わあ、素敵なお部屋。ランチより広々。はじめまして、この家の主の黒羽三太郎です。主って主の嫁のアンです。よろしく。朝早く押しかけてすみません。野原ひろしです。みさえです。娘のひまわりです。いや、ああ、娘のくるみです。そして、ほら挨拶して。小麦です。5歳です。でしょう。おらも5歳。ほら、野原しんのすけ。天ぷらは抹茶塩で食べたいお年頃でさ。僕は天つゆ。つゆもいいよね。私たちテレビで紹介してたパン屋さん行こうとしてたんですけど、ナビが故障しちゃって。ああ、テレビで。それうちですよ。ええ、お店を見てすぐわかりました。まだ商品は置いてないんですけど。狭いでしょ。でも私一人でやるにはこのくらいのお店がいいんです。でもあんなにお客さんが押し寄せると大変。そんな時は主人にヘルプに入ってもらいます。ああ。へえ、テレワーク。会社行かずに家で仕事ができるんですね。羨ましいな。いや、妻が急にパン作りに目覚めちゃって、田舎暮らしもいいかなって。でもここをリフォームした時のローンがあって、残り32年。おお、うちもローンが。まあ妻には逆らわない方が平和ですし。そうそう、なんか盛り上がってるみたいね。いやパパ、ハーブとお野菜をお願い。ああ、うん。パン作らせてくださるって。ほら、作るより食べる方で。そんなこと言わないの。自分で作ったのを食べると美味しいよ。いや、プロが作るのが一番美味しいと思います、しんのすけ。ああ、手慣れてますね。秋田の実家ではいつもやってたから。助かります。こねこね、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 ねこねこ。はい、できましたよ。うわ、いい香り。たまりませんな。たまりませんな。ああ、この2つのパン、しんのすけが作ったんでしょう。もう一つのお尻は小麦くん。え、あ、すみません。うん、おいしそうよ。うわ、ちょっと気をつけて。うわ、うん、うん、お待たせ。豊作豊作。野原さんが手伝ってくれたからはかどったよ。まあ、ありがとうございます。いえいえ。万年係長の父ちゃんがお役に立てて何よりです。余計なことを言うな。あ、そうだ、朝ごはんの前に小麦とお風呂入ってきたら。え、いいんですか。ええ、露天風呂なんだけど。気持ちいいよ。一緒にお風呂なんて、おら恥ずかしい。すぐお尻を出す人が何言ってんの。湯加減はどうだい。ちょうどいいよ。うう、気持ちいい、きなこ餅。きなこ餅食べたい。虫怖いの。怖いよ。やれやれ、ここでの生活にまるっきり向いてませんな。いや、それほどでも。面白い？面白い。じゃあ、もっとサービスしちゃおうかな。プリプリ、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 プリプリ。おいしそう。さあ、召し上がれ。いただきます。おい、お尻を割っちゃうぞ。おいしい。うまい、うまい。
やはり福井立ては美味しい。食べ過ぎんなよ。だって美味しいんだもん。あ、恥ずかしい。いえいえ、どんどん食べてください。パンは売るほどありますから。いらっしゃいませ。ありがとうございます。ここまで来るの大変でしたでしょう。まあでも国道に出ちゃえばあとは楽でした。え、国道？すぐそこ国道が通ってますし。へえ、そうなんですか。ねえ、途中で二股に分かれてる道あったでしょ。あそこを右に曲がればすぐそこの国道に出るんです。あ、そのこと夫には内緒にしてもらえます？お願いします。あ、いらっしゃいませ。かまどでご飯を炊くなんて久しぶりだな。昼食は僕の担当なんです。すいません、いろいろと手伝わしちゃって。いえいえ。まあパンは売るほどあるんだけど、やっぱりお米が食べたくなっちゃって。わかります、やっぱご飯ですよね。ここだけの話、パンだけじゃ物足りないですよね。あ、今の聞かれちゃったかな。小麦、お母さんには黙っててね、頼む。ほうほう、アイス作ってくれたら黙っててもいいぞ。うえ、ああ、すみません。本当にお世話になりました。楽しかったです。ありがとう。こちらこそ。野菜取り頑張ってください。ええ、あと決めました。米を使って米粉パンを作ることにしました。うん、それはいいですね。また来ます。ええ、ぜひ。はや、はや。じゃ、そういうことで。そういうことで。それじゃ、気をつけて。バイバイ。バイバイ。ポツリと一軒家、楽しかったぞ。この後は、母ちゃんがもらった謎の美白パックを塗ったら、オラの抜け殻が。オラが二人いるって便利。ここまではご覧のスポンサーの提供でお送りしました。オラの抜け殻たちょ。あ、お、ところでもしもう一人自分がいたら、あなたどうしますか？みー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 、どうも。う、う、う、何それ？美白パックよ。サンプルいっぱいもらっちゃった。ふうふう。あ、ひまちゃん、どうしたの？遊んじゃダメよ。遊ばないもん。寝るだけだもん。おケツにもぬるぬる、お腹にもぬるぬる、ゾウさんにもぬるぬる。
よしよし、抜け殻のカラノスケくん、あとは頼んだよ。明日の埼玉県は全域で晴れでしょう。絶好の日曜日ですね。晴れ晴れ。熱中症にならないように水分補給を忘れなく。かしてもあら、キムちゃんどうしたの？あんたヒマに何したの？何もしてないぞ。パパの本棚も散らかしたでしょ。知らないってば。またあいつだな。カラノスケ、散らかしちゃダメです。あ、
れちゃった。うわ、ほら元に戻った。しんちゃん何騒いでたの。ああ、何よこれ、全部空じゃない。しんのすけ、だからオラじゃない。え、オラか。あんたって怖い。失敗か。もう少しであの子になり変われるところだったのに。あなたの後ろにもう一人のあなたいませんか。異空間への入り口、それは思わぬところにあったりします。アクションビームだ。しんのすけ、シロを散歩に連れてって。いい、いいじゃない。シロ散歩に行くぞ。シロったら、行くぞ。シロ、ダメでしょ。ちゃんとリードに首入れなきゃ。ほら、今日はもう散歩に行かないぞ。なんだこれ。それほどでも。何言ってるの、僕のこと大好きなくせに。ほら、僕の顔ペロペロしていいよ。いや、二十歳以上のお姉さんならいいけど。相変わらず面白いな、しんちゃんは。うら、ペロペロよりチョコビ食べたい。犬はチョコビ食べちゃダメだって。さ、行くぞ。1分、2分、3分散歩終了だぜ。あ、ダメダメ、ちゃんと歩かないと太っちゃうぞ。さ、ドッグランで遊んでおいで。お姉さん、俺とドッグフードの食べ歩きしない。しんちゃん、こっちじゃないよ。はい、こっちね。ワンワン、しんのすけ。うわー、風間くん、いつから犬になったの。何言ってんだよ、僕たち元から犬じゃないか。それに僕は風間くんじゃなくて風間健だよ。ほら、しんのすけ、僕は今日飼い主と一緒に外国セレブ犬御用達のドッグフードを買いに行くんだ。ふうふう、うんうん、しんのすけ、風間けん、ワンワン、ねねけん、おはよう。ねねちゃんも。どう、この T シャツ昨日買ってもらったのよ。マッドドッグ、なかなかレアな T シャツだね。でしょ。おうおう、みんな、あ、マサオ犬、マサオ犬、見て見て、この T シャツいいでしょ。どうして同じの着てるのよ。だってご主人様がバーゲンだったからって。バーゲンって言うな。
ちゃん。違う、僕は一匹狼の暴神。みんな揃ったわね。じゃ飼い主が戻ってくるまで何かして遊ばない？まさか。いや今日はちょっと尻尾腫れちゃったし。やるの？やらないの？やります。セリーはこうよ。飼い主から莫大な遺産を受け継いだセレブなメス犬ネネ。そのネネに近づく3匹の犬たちと1匹の狼。オスたちの目的は真実の愛か、それとも遺産なのか。本当に私を愛してるなら狂おしく尻尾を振ってくれるはずよ。さあみんな尻尾を振って。ほーおほら、こんな犬の生活嫌だ。ほら抜けるぞ。しんのすけ、どこ行くの？しんちゃん、しんちゃんはこの世界の犬じゃないね。わかるの坊ちゃん。こっち。坊ちゃん。しんちゃん。坊ちゃん、地面に穴掘ったら帰れるの？いい石発見。ほら、元の世界に帰りたいんだけど。ここに来るとき何があった？白の名札の地面が光ったんだっけ。光る地面。もう一度光ったら帰れるのかも。坊ちゃんありがとう。俺帰る。光る地面いいな。光る石があるのかな。しんちゃん待って。早く家に帰ろう。しんちゃん待て。早く。しんのすけ、これつけてあげて。小屋の前に落ちてたから綺麗に洗っといたわよ。どうしろ。皆さん、表札の周りが光ったら家の人と入れ替わらないように注意してくださいね。この後は俺と父ちゃんが椎茸栽培に挑戦。ここからはご覧のスポンサーの提供でお送りします。しいたけを育てるぞ。3、2、1、どうぞ。おかえりなさい。おかえりなさい。たばけん、しんのすけ、みさえ、これを見ろ。うー、お土産お土産。何これ。しいたけだ。しいたけ？しいたけ栽培キット、どうしたの？会社のお得意さんが取り扱ってる商品でさ、サンプルで一つもらったんだよ。取れたてが食えるぞ。で、誰が育てるの？誰って俺だよ。できるの？あ、週刊北春日部駅を作るだっけ。あれもすぐ飽きてやめちゃったじゃない。あれはちょっと一休みしてるだけだ。どうせその椎茸もほったらかして私が世話することになるのよ。そんなことないよ。母ちゃんだって1日3分で痩せられるエクササイズマシン3日でやめちゃったでしょ。
私は自分のことよりも家のことで忙しいの。テレビ見てポテチをポリポリする暇あるのに。うるさい。そういうあんただってシロのお散歩も寝る前の歯磨きも全然続かないじゃない。いやー、オラ気分が乗らないとできない職人かたぎなので。俺はやるときはやる男だ。殺しいたけは俺が必ず最後まで育ててみせる。そしてみんなに美味しいしいたけを食べさせてやるぜ。なんだ、栽培ったって毎日水をやるだけじゃん。簡単簡単。じゃ始めるか。まずは菌床を包んでいるフィルムを剥がします。すごいね、このしいたけ菌床もらったんだ。いやん、その菌床じゃない。この塊を菌床って言うんだ。菌の床と書いて菌床。つまりな、この中に椎茸の菌が眠ってるんだ。椎茸の菌。その菌じゃない。バイ菌とか細菌とかの菌だ。椎茸とかキノコはみんな菌からできるんだ。椎茸ってバイ菌なの？いや違う、そういう悪い菌じゃなくていい菌だ。父ちゃんも詳しいことは知らないけど、椎茸は悪者じゃない。椎茸さん、俺信じてたよ。じゃこれを水洗いするぞ。こんなもんだな。それからそれから、直接日光の当たらない場所に置きますか。ここでいいか。それからそれから、あとは明日の朝。いいか、しんのすけ、しいたけに1日 1,2 回霧吹きで軽く水をあげる。うふい。やりすぎはダメだぞ。これでいい？これを毎朝やるんだぞ。お前にできるかな？もちろん。おはよう、しいたけちゃん。結局俺がやるんじゃねえか。おかしいな、5日ぐらいで生えてくるって書いてあるんだけどな。何か間違えたんじゃないの？しんのすけ、何か変なことしたんじゃないのか？ほら、何もしてないぞ。確かに三日坊主でお前は何もしてないよな。ほら、やるときもやらない男ですから。ダメだろ。あ、これ。え？なになに？夏場は椎茸が出づらい場合があります。こんな小さい字で書くなよ。キノコ類は夏はシーズンじゃないわよ。そうなんですか、知らなくて。夏に育てるならキクラゲで。へえ、詳しいんですね。私エリンギもマイタケも育てたことあるわよ。双葉食品の双葉ソース。タケタケタケー。おいらしいタケオが全国のしいたけ農場をお訪ねするしいたけ散歩のお時間です。今日は埼玉県秩父のしいたけ農場にやってきたけよ。おじさんおじさん、何やってるタケ？しいたけの原木を叩いてるんだよ。そんなに叩いたら椎茸の木が痛い痛いって泣いちゃうよ。いやいや、竹雄くん、こうやって刺激を与えるとね、椎茸の菌がびっくりして目覚めて元気な椎茸がいっぱい生えてくるんだよ。へえ、知らなかったね。よし、椎茸ちゃん、叩いてあげるから目を覚ますんだぞ。これでいいかな。
それでいいでしょ。雷の多かった年は松茸がよく生えるっていうだろ。あれは電気ショックで松茸の菌が刺激されるからだって言われてるんだよ。へえ、雷って刺激になるんだね。雷ピーマン残しちゃダメでしょ。またシロのお散歩サボったわね。おもちゃちゃんと片付けなさい。こんなもんかな。どう、母ちゃんの雷聞いた。なんかもっと強烈な刺激がいるみたいですな。刺激的。しいたけちゃんよりオラのお尻が元気になった。父ちゃんの靴下、世界最強の刺激だぞ。どうだしいたけちゃん、目が覚めたかな。ただいま。何やってんだ。あ、俺の写真集。勝手に持ち出すなよ。ミサイに見つかったりしたら。しいたけちゃんに見せてあげてたの。しいたけは写真集なんか見ねえよ。なんでここに俺の靴下が。それもしいたけちゃんに。何わけのわかんないこと言ってんだ。父ちゃん父ちゃん、しいたけが生えたぞ。本当か。やった。どうした。あれ、なんであんなとこに。なんだこりゃ。父ちゃんの靴下。まさか靴下に残っていた俺の足の匂いを栄養にして育ったのか。じゃあ学名ひろし靴下家ということで。で、これどうするのよ。今日のおかずに食えるか。なんて生命力だ。チカッとカスカベ、チカッとブリブリ、チカッとブリブリスカイ。何色の的に当たるかな。チカッと当たります。チカッチカッ。天気がいいから洗車でもするか。父ちゃん、珍しいことをすると雨が降るらしいぞ。嫌なこと言うなよ。さらに僕たちも登場します。ミサイママを助けるぞ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。